はい、どうもハピネスダークのハピネスです。ウォンフレームアルケイン分解の話していきたいと思います。いいねこれ、すごくいいねこのね各種ラインナップから、その重複したアルケインを分解して、でガチャ用の素材に変えて、でランダムで3つ、まあ、クレジットとその素材を使って出すというものなんですけれども、で試しにどんなもんか、まあ、ちょっとすでにいくつか交換した後で、まあ、追加でちょっと分解してってことをやって、でまあ俺あんまりエイドロンのやつコンテンツやってないからそんなに多くないんだけど、あの素材もマジでガッツリ持ってる人と比べたら多分少ない方あの鋼の道取り関連ばっかだから、でちょっと試しにエイドロンの草原のこれやってみたんですけど、あのレジェ枠とかどんなもんで出んのかなって思ったんだけど、結構出るね、思ったより。そうでガーディアン、フューリーとかすでに出てるし、イージスとかね、いや結構ね実用的なものサクッと出てくれるんですよ。ですよ、ベロジとかんだけど、ベロシティとかでグレイス、エナジャイでしょ。こんな感じでレジェ枠ももう2枚同時に出たりだとか、アルケインストライクも出たりだとか、かなりねこれおすすめですね。本当にこれのためだけに本当に壁の中のささやきクエストクリアする価値あると言っても俺は過言じゃない。なぜなら俺がアルケイン収集過去サボってた口だから、まあ、今も若干その毛があるけどいやすごくいいですね、まあ、だからアルケイン込み込みでもっと組みたいなとか将来的に考えている方は絶対にクエストを最新コンテンツまで進めて、でアルケイン集めながらこうガチャのことも見越してやると、もうすでに重複した瞬間からあの副産物ゲットみたいな感じなんで、おすすめです。めちゃくちゃいいです。アルケインって今までやっぱ限定的な入手ルートだったからね、こうやって入手先が増えるのは本当嬉しいねっていう動画です。いやめっちゃ嬉しかった。皆さんの感想もぜひ聞かせてください。ハピネスダークのハピネスでした。またね、バイバイ。